あれ一人で喋ってた。こんばんは。一人で喋ってたランディ。みんな雨大丈夫？みんな雨大丈夫かな。なんかさ、昼さ仕事があってさ外出てたんだけどさ、その時なんだろう、ちょっと止んでるかなぐらいだったの雨が。あれちょっと止み出してきたんじゃないみたいな感じだったけどさ、また今からさ、あの家から出ないといけないからあれなんですけど、またやばいかな。まだ土砂降り？土砂降り雨降りしちゃってるんかな。沖縄からはなんか通り過ぎたんだけど、台風で友達がなんか言ってました。受けてた。ねえ、見た？あ、なんかパリピーなんか来るのなくなった。なんかまた来る、なんか来る、なんか来なくなっちゃった。パリピーピエン、また連絡するねって言っておりました。悲しい。新幹線も止まってるでしょ。なんかニュースで見た。それは新幹線止まってるっていうのはニュースで見たね。雨が強すぎてってこと？でもさ、傘壊れたの。リラも今日ぶっ壊れた傘。京葉線とアクアラインも電車止まりますね。やばい、準備しなきゃ。役に立ちませんでした。
かコンビニで買った安い傘だから折りやすかったのかな、多分それもあるかもしれない。ウニタのお部屋が汚くなってきたから掃除しないといけないな。ねえウニタ、最近なんか知らんけどウニタと全然遊んであげれてないね。ウニタごめんね、最近遊んであげられなくて。よいしょ。土日は何も予定ない。あ、日曜日仕事だ。土曜日は何も予定ないけど何しようかなって感じですね。みんなは雨だから引きこもりしてるの。ねえウニ、土曜日はウニといっぱい遊ぼうかね。ねえウニ、今パッてドア玄関のドア開けてみたけどめっちゃ雨降ってたわ。めちゃんこ雨降ってる。休みだったので引きこもってました。で今日はね6月初ネギシしてきました。宮里さん、初ネギシ。なんかネギシ行くか帰って寝るか迷ったんだけど朝早かったから、今日なんかネギシ行っとくかと思ってネギシ行った。
ぎしねぎししてきたよ。しもうクーラーもつけちゃってるし。昨日はね、結局友達誘ってね、しゃぶしゃぶに行ったよ。昨日はしゃぶしゃぶ食べて美味しかった。しゃぶしゃぶ食べて、今日はネギし食べて、食べ放題、単品で頼んだけど、食べ放題の値段より安かった。あとさ、今言ったっけ、なんか今日さ、コンタクト片っぽ取れちゃって、なんかほぼ何も見えないまま半日過ごしてたっていう。でさ、もうなんか最後さ、帰る時さ、もう嫌すぎて、片っぽしかはめてないのが、もう全部取ったの、コンタクト。全部取ったっていうか、片目入ってるところまで外したんだけど、何も見えなくて、なんか道すら見えないのね。なんか自分が今どこにいるかすらわからないくって、大変だった。帰ってくるの、苦労しました。だからさ、本当目って大事だなって改めて思ったよね。目いい人とかめちゃめちゃ羨ましい。なんかね、なんかもう最近はメガネ、自分のちゃんと度数入りのメガネをかけて出かけることがなくなったからさ、なんか街中でなんかぼやけて過ごすこともなんか全然なかったんだけど、あ、自分なんかこんな目悪くなってたんだってなんか改めてちょっと知って、びっくらこいた。大事ですね。でもね、土日は最近ゲーム機を買ったんですよ。スイッチ買ったから、なんか
ゲームでもしようかなってのがちょっと思ってますかね。ゲームして、まあ、あのソフトがゲームのソフトがないからソフト買いに行かないといけないんですけど、ソフトでも買いに行ってゲームしようかな。何かをポケモンと何だっけ、スプラトゥーン、スプラトゥーンを今のところ買おうかなっていう感じですかね。なんかでもみんなさ、ゲームとかもやらないでしょ。まあ、おすすめ教えてって言うと思うんですけど。おすすめのゲーム、だから迷ってるんですよね。ダウンロード版買うかソフト買うかどっちがいいかな。友達にゲーマーいないな。スイッチめっちゃやり込んでる友達とかはいないかも。それこそゆうちゃんがなんか結構あつ森とかやってたけど、ルイージマンションとか面白い。ルイージマンションってなんか聞いたことあるな。ゆうちゃんスプラだっけ。でもスプラは買うつもりです。スプラトローンですよ。スプラトローン、
なんかそれこそスプラやってるまかない の友達がいて、絶対ランランスプラ買って、絶対買ってっていうなんかずっと言っててなんかその子結構ゲームのなんか実況配信とかも見る子なんだけど、見てって言ってめっちゃ私にスプラトゥーンを熱弁してきたんで、分かったっつってスイッチ買ったらスプラ買うねって言って、言ったからにはちゃんと買おうと思って。スプラだっけ、スプラだよね多分。でもね、一気にねソフト何個もバンバンもバンバンもバンバンも買ってもあれだから、とりあえずはまあ 1,2 個ぐらいソフト買って、おいおい気に入ったのがあればまた随時買っていくっていう感じにしようかなって思ってます。ボグワーツレガシー、何それ、ホグワーツレガシーって初めて聞いた。ハリーポッター、あ、ボグワーツってそっか、ハリーポッターのあれだね。ホグワーツレガシー、え、それスイッチのゲーム？てかやばい、なんかさ、昨日もさしゃぶしゃぶめっちゃ食べてさ、食べてるわけじゃない、お、そう、お菓子あんま食べなくなったんだよね。お菓子そんな食べなくなった。でも水曜日かも、水曜日も本当に肉しか食べてない。水曜日もなんかチーズビューフ食べて、火曜日生姜焼き食べて、肉パーティー、あ、違うわ、水曜日は
ネギトロ、すき家のネギトロ丼食べたよ。チーズ牛丼と迷ってすき家のネギトロ食べて、肉肉肉肉生活してる一人で。携帯がないよ。携帯がどっか行っちゃった。カレー好きだけどね。じゃあカレーはね、なんか自分自画自賛しちゃいますけど、なんか自分で作るカレーがね、いっちゃ美味しいの私。蜂蜜ドロドロ、生クリームもチョコレートも隠し味で入れる。あれがね、すごいね。自分で作るね、カレーに出会って、自分で作ったカレーになんか勝てるものが出会ったことなくて、あんま食べに行こうとか思わないけど、好きだよカレーは。私甘口しか食べれないから、基本的になんかちょっとでもスパイスを感じると嫌なタイプなんで私は。だからあんまりなんかカレー食べないかも。けどカレーは好きだよ、甘口ならね。あとそんなスパイスしてなければ。好きですよ。え、もうどれくらい甘いっていうか、めっちゃ甘い。なんかもう私のこのカレーはすんごい好き嫌い分かれるかもしれない。なんか多分ね、甘いのが嫌いな人とかが私が作るカレー食べたらうってなるかもしれない。わかんないけど、なんか誰かにあげた時なんか甘すぎるって言われたから、ゆうちゃんだったかな、誰だったかな、しなんかリラが作ったカレーが今までで一番美味しかったって言ってくれた人もいた。誰だったっけ。ネギシのカレーより美味しかったって。けどほんとね、人の受け取る感想はそれぞれですね。ねえウニ、リーとか食べてたね。もう食べないもう食べないリーとか。
さ、ほんと辛いのはね、ほんとダメなんだよね、リラ。辛いのだけは勘弁してください。パフェとかあんま得意じゃないかも。でもパフェとかミニパフェとかならいけるけど、なんかあ、なんか海外の甘さとかあんまちょっと苦手かもしれない。なんか甘すぎてもダメだね。そう、難しいね、わがままなんだからわがままなんだから本当に。程よい甘さ、なんだろうね、でも分かんない。まあ甘すぎて食べれないとかは、ね、そこまでないと思うけど、でもなんかあまりにも甘すぎるの、甘すぎてもっていう、まあそこの塩梅はね、きっと皆さんも分かると思いますけど、なんかいやこれちょっとみたいな感じでね。あったりとかすると思うけど。あー待って、リラコーヒーは飲めないコーヒーはね飲めないんですよ、ね、ランリー頑張ったら飲めると思うけど、なんか真面目にコーヒーブラックを飲んだことがないかも。でもそもそもコーヒーのブラックを飲んだことなんて目に浮かんないけど、飲めるのかな。カフェオレとかは飲める。でもあんまり好んでは飲まないかも。ギョーちゃんね、いつも美味しそうなチョコ食べてるけどね、もらったことないな。でも大きさ食べてんじゃない。なんか現場とかではなんかチョコってよりかはなんか菓子パンとか食べてるとかしかあんま見たことないかも。見たことなかったかも、リラブ。菓子パン毎朝食べてる。ほんと？なんかすごい菓子パン食べてるイメージあるかな、リルの中で。ねえ、髪の毛紫にしたじゃん。紫にしてからさ、まだ一回もさ写真撮ってないのよ。でさ、なんかどんどんなんか紫なんだけどね、多分まだ髪の毛の色、なんかこれ紫なのか分かんなくなってきちゃった。きっと紫。色落ちする前に撮んなきゃ。自撮りじゃなくてさ、たどりしてもらいたいからさ、なんかたどりしてくれる人に出会わないとたどりしてもらえないから、友達とかね。ゆうちゃんとか何してんだろうね。ゆうちゃんってさ、ショールームやってんの今。種とかで、種アカウントとかで。
実家帰ってんのかな、連絡取ってないから分かんないけど、やってないか。マネージャーにね、わざわざ、まあ、友達に会って誰かに撮ってって言って、撮らそうかな。友達に撮ってって言って撮らすのが一番、私が連絡をまだ返してってないだけなんですけど、そう、ちょっと後で何してんのって連絡してみよう。でもね、一旦多分落ち着いてなんかゆっくりなんかしてると思いますけど、結構すごい忙しかったみたいだからね、ゆっくりしてほしいけど、ね、浜も全然連絡取ってないね。何してんだろうね。みんなきっとね、元気に過ごしてるのではと思いますけど、めっちゃ雨のなんかザーザー音聞こえる。やだな、今から外に出るの。頼りがないのは元気な証拠ですね。でも何がも失業した時1ヶ月ぐらい音信不通だったからな。音信不通の時何してたっけ。なんかどのタイミングでまた SNS に登場しようかなっていうのは、ちょっと正直悩んでるところとかも、なんかゆっくり休みたいっていうか、なんか一旦落ち着いたからちょっとは落ち着いてみようかなみたいなのは、なんかランリーの時はあったかもしれない。ナギは最近会ってないね。誰とも会ってない最近。エイトの皆さんと、だからナルト行ったくらいかな。ランド。あとはね、何も言ってないね。今
事務所はでもなんか辞める前には決まってたんだよね、一応決まってたんだけど、その今のマネージャーさんじゃなかったから決まった時よね。だからなんかちょっとよく分かんなくて、ショールームとかなんかそういうのもろもろなんかできなかったんだけど、あんまり。アンニョン、アンニョンってなんだ。あ、ね、ルンちゃんね、見ました、事務所おめでとうございます。ルンちゃんね、すごい演技とかうまいじゃないですか。だからなんか、舞台とかそういうなんか活躍してるのもっとね、見たいな。本当レンちゃんって器用だよね。私はでも舞台女優もいいなって思うんですけど、私は映像系、映像の女優さんやりたいからね、今の事務所に入ったんですけど、オーディションがね、ぼちぼち。オーディションもね、難しいよね、ほんと。何百人、何千人って言う人の中から選んでとか言って、ほんと狭きもんですよ。でもなんか前も言ったと思うけど、やっぱり舞台と映像って全然、なんだろう、演技のなんだろう、やり方っていうんですかが全然違うから、すごい、なんだろう、また違った難しさが あるなって。バンダカとやった時にめっちゃ思ったかも。なんか舞台は結構さ、セリフパンパンパンみたいな、早く早く早くみたいな感じだけど、映像ってなんかやっぱりそのなんかまた違うんだよね。演技の奥深いところですね。
か、なんかどちらの分野でも活躍されてる方って本当なんか演技やったり舞台やったりどっちもどっちもみたいな人がなんか一番すごいなって思う。いつの日か街中で駅中の欄に逃げずになりました。でもさ、私さ、東京引っ越してきてからさ、結構なんか撮影してるの遭遇するとか言うじゃないですか。私全然なんか撮影してるの遭遇したこと全然ない。このみんなある、そうしたこと。全然ないんだけど。あ、観光地か、観光地とかもね、その頻繁に行くわけじゃないから、だから合わないのかな。あ、でもロケ車両とか分かりやすいよね、あみたいな。渋谷とかはね多いかもしれないね、ロケ車両。渋谷も多いね、渋谷とかなんか多いね。どこになんか、あ、この辺にやっぱ車両止まってるみたいなの分かったりするから多いかも。そろそろ、そろそろ終わりの時間ですね。王様に捧げる薬より何です、今やってるドラマ。最近のドラマ全然見てない。なんか一個見たかったドラマあったのに、なんか気づけばもう3話ぐらいになってて、見逃し配信もなんかあんまり情けそうなドラマだから、なんかどうやって見ようって。考えてる。
途中からは見ないで、絶対見るにしても1話から見るかも。もうそっか、もう夏か。そっか、6月でドラマ終わるもんね、ワンクール。よし、そろそろ終わるか。ってことでランキング見ます。13位グアポさん、ありがとうございます。で12位がフグタン、ありがとうございます。そして11位が鈴木一郎さん、ありがとうございます。そして10位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして9位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がイーデックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位が陽次郎さん、ありがとうございます。そして6位が友方さん、ありがとうございます。そして5位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がオロロさん、ありがとうございます。そして3位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして1位がみんちょうさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。パフ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 。ということでランリーは今から働いてきます。みんな雨降りだけど楽しいお休み過ごそうね。あ、てか私毎日最近インスタ上げてるんですけど、みんな見てくれてるかな。インスタもぜひチェックしてくれたら嬉しいです。ということでこの辺でさよなら、ランディー、バイバーイ。